あれ取れてるかな。はい、いきますね。はい、ではですね、今日ですね、この5月16日の土曜日の、中2の国語の要点についてですね、説明していければと思います。やった内容はですね、こちらのアイスプラネットの一番のプリントです。で、このアイスプラネットはですね、小説になりますので、物語、いわゆるストーリーがあるんですけれども、まずはですね、この登場人物についてしっかり押さえておきたいですね。このアイスプラネットの登場人物、中心の、ね、なる、人物が2人いますけれども、まず1人がこの僕という形でですね、この主人公になるんですけど、ちょっと名前がね、まだ出てないんですが、僕というだけでですね、この僕の、主人公の視点で物語はスタートしています。で、この津田幸男っていう方が出てくるんですけれども、僕にとってはですね、これお母さんの弟にあたる方なんで、おじになるんですけれども、僕はですね、親しみを込めてグーちゃんというあだ名で呼んでるんですね。で、こういったやっぱりですね、特別な呼び方をしている、あだ名みたいな形で呼び方をしているということは、それだけやはりですね、距離がですね、まあ、心理的な距離が等しい、近いわけですね。それなんで、この主人公の僕から見て、この津田幸男のグーちゃんっていうのはどんな人なのかなっていうのを、まずはしっかり押さえておいてもらいたい。それから、なんでグーちゃんなのかなっていうのも押さえておくといいですよね。津田幸男という名前でございます。グーちゃんってどこにも、なんかヒントとなるものないですね。それをちゃんと本文の中できちんと説明してるんですよ、ね、こういう理由だからグーちゃんってあだ名なんだっていうことを説明してるんで、そういったところをしっかりですね、読み取ってもらいたいと思います。それからですね、お父さんとお母さんですね、この2人やかり出てきます。僕にとってお父さんとお母さんですね。で、お母さんの方はこのグーちゃんにとっては、姉にあたるわけですね。おじさんです、あ、ごめんなさい、姉にあたるわけない、ごめんなさい、僕にとってのおじさんなんですが、姉にあたりますので、まあ身内ということにはなるんですが、お母さんは、グーちゃんに対してはですね、まあいささかちょっと怒ることが多いですね。ちゃんとやりなさいよとか、いろいろですね、ああじゃねえ、こうじゃねえっていろいろ言うわけですね。で、ただ怒るだけじゃなくって、プラスですね、世話も焼いていますね。グーちゃんの好物だよなんていうのを用意しながらですね、世話をしていますので、なんでグーちゃんは居候という立場になるんですね。居候ですね。まあ、居候っていうのは、他の人の家にですね、住まわせてもらって、ご飯とかですね、世話をしていただくような人ですね。基本的に、ぐーちゃんの、年齢も38歳で書いてあったんで、まあ、私よりも実は年上なんですけれども、まあ、基本は独り立ちして自分で家を持ってですね、まあ、生活してる人が多いような中、まあ、このお姉さんの方ですね、まあ、僕にとってのお母さんにあたるんですが、その人の家に世話になっているということで、まあ、居候の立場です。まあ、それをですね、まあ、お母さんはちょっとですね、まあ、怒るというよりは、まあ、心配してるっていうのもあるんですけれども、いつまでも居候じゃダメでしょうなんていう形で、ここちょっと心配してるわけですよね。なんでちゃんと働きなさいよなんていう形で、まあ、それで怒ってるわけですね。で、そういった形のですね、ことを言われるんですが、まあ、ぐーちゃんにとってはですね、まあ、もう少しやっていこうかな、これでっていう形でですね、あんまり、そのお母さんの、ね、ツッコミといいましょうか、心配は届いていません。で、逆にこの僕にとってのお父さんですね、お父さん。ね、お父さんから見る、ぐーちゃんなんですけれども、これはですね、まあ、若干なんですけれども、少しですね、歓迎してる雰囲気がありました、ね、歓迎しています、ね、まあ、ちょっとクエスチョンマーク少しつけとくかな。まあ居候になってるわけですから、まあお金をどうしてるのかまではちょっとさすがに書いてはいないんですけれども、まあ、やはりちょっとそれだけ世話がかかるわけですよね。だけどお父さんは少しですね、ぐーちゃんのことをですね、居候になってくれて、まあいいかなっていうんで歓迎してる。まあ、理由としまして、ちょっと書かれていたのはですね、このね、僕にとってのお父さんなんですけど、単身赴任しています。単身仙台の方に行ってますね。仙台の方に単身赴任しているので、
まあ、何かあった時、力仕事とか頼む時にぐーちゃんがいてくれるとありがたいなっていう、まあ、そういった側面を持ってるんですね。それなんで、まあ、少し関係気味なんですが、むしろでもお母さんはやっぱり、いつまでも居候じゃダメでしょっていうんで、でぐーちゃんも全くあの仕事をしてるないわけじゃなくって、仕事はしてないわけじゃないんですね。測量なんていう仕事もちょっとねしてるんですけれども、まあそれもですね、専門的にやってるわけじゃなくって、時折そういった仕事をするよというね、まあ、そういった側面を持ってます。時折やりますっていうんで、だからこそやっぱりお母さんもちょっとね、まあぐーちゃんにとっては姉に当たるわけなんですが、心配してるわけですね。まあそういった形の考え方がいろいろありますね。それなんで、一重にちょっとですね、アイスプラネット1といってもこんな形で登場人物のですね、まあ考え方とか生き方、それからですね、言葉ですね、まあこのお母さんがいて心配してるような、怒ってるんだけど、まあ心配の割合も多いとかね、そういう形のですね、内容をしっかりですね押さえて、それで問題に取り組んでもらいたいと思います。こんな形のですね、流れがぜひありますので、しっかりそういったのを踏まえながら、ぜひ文章を読んで、小説っていうのは必ずストーリーがありますので、どういった形で流れてるのかな、ね、で誰が中心になってて、でどんな風な関係性があるのかなっていうのは、やっぱそういうところを考えていくと結構話の内容も面白いと思いますね。それなんで、こんなところを少し参考してもらえたらなと思います。であとはですね、先ほど言った通りこの登場人物の言動とか考え方っていうのは非常に小説の中ではとても大切な、内容になりますので、ぜひそういったところにも注目して、やってもらえたらなと思います。ではですね、まあ、具体的にちょっと問題何っていうのがなかなかちょっと難しくてできないんですが、こんな形のね、登場人物の内容をよく確認しながら、ぜひプリントが届きましたらよかったらぜひ覗いてみてくださいということですね。というわけで、国語に関しましてはこんな形でございます。